皆さんこんにちは。今日から新しく動画を作ります。で、今この虫キングのカブトムシのカードが映ってるじゃん。これ俺のターンでよく使ってる、まあ、傷ついてるカードなんだけど、まあ動画の内容としてね、俺の家にある、まあ部屋にあるものを一つずつなんか映してって、誰かがそれに興味を持ってくれたらいいかなっていう。例えばこのカブトムシだったら、このカブトムシどこで手に入れたんですかとか、まあこれはゲームセンターでね手に入れたカードなんだけど、なんかその思い出を語っていこうと思って、質問とかあったら。で、このカブトムシを簡単に説明すると、このカブトムシってさ、俺がなんかデザインがすごい、このイラストのデザインがね気に入ってて、髪の毛が入ってるんだけど、このデザインがすごい気に入ってて、なんか毎日使ってたんだよね。で、毎日こうやってカードをスキャンしてたから、このカードのスキャンっていうのは、あの虫キングやってる人だったら多分わかると思うんだけど、毎日スキャンしてたからね、すごい傷ついたりとか、あとね、なんかポケットとかに入れてたから気づいてたのかな、スリーブとかに入れてなかったから。俺がだってこのカードを手に入れた時って多分、中高生だったと思うよ。中学校卒業したかぐらいかな。多分、てかね、このカード自体がね、2005年かな ?2005 年ファーストだから、多分軽く俺、中学校卒業してたはず。まあいいや。そんな感じです。こうしてね、ちょっとカードの紹介とかいろいろとできたらいいかなと思ってます。まあ特になんか、特別なことはしません。で、質問とかあったらそれに答えていこうかなと思います。で、虫キング以外もね、この後、ベイブレードを出します。なぜベイブレードと思ったかもしれないけど、見つけたんで。そんな感じです。で、虫キングに関係あるものから関係ないものまで、いろんなものが出てきます。そんな感じでよろしくです。それでは、聞いてくれてありがとう。また後でよろしく。